湘南帝西法寺は、京都市西京区松尾にある臨済州の仏教寺院。天竜寺の境がいた中だったが、現在は離脱して、単立寺院。庭園は、約120種の苔に覆われ、苔寺の通称で知られる。三号を、後院山と称する。本尊は、阿弥陀如来、海山は、行基と伝え、中高海山は、無双祖籍である。 古都京都の文化財として、ユネスコ世界遺産に登録されている。伝承によれば、裁縫寺のある場所は、飛鳥時代には、第31代、陽明天皇の御子である、聖徳太子の別荘があり、太子作の阿弥陀如来像が祀られていたという。奈良時代に至って、第45代の聖武天皇の直眼を得た行基が、別荘から寺へと改めたと伝える。当初は、 宝章修寺院で、聖宝寺と称し、阿弥陀如来を、本尊、観音菩薩と、聖子菩薩を脇地とした。紀内四十九院の一つであった。平安時代初期の八百六年には、第五十一代平城天皇御子である、新女宝神皇が草案を結び修行をしたという。また新言修改祖である空海が入山し、黄金池にて、宝城会を行ったという。 鎌倉時代には、摂津神の中原院が再興し、西法寺と江戸寺に分けられた。招かれた法念によって、浄土宗に改修され、本尊は禁令にされたという。その後に神蘭は愚徳堂を建立して、寺に滞在している。鎌倉幕府第五大執権であった、北条時織が桜堂を建立したが、建無年間に再び寺は荒廃している。 略王二年室町幕府の重臣である、摂津親衆が、再び最高資策定の名手でもあった武装祖籍を、招いて、臨済衆に改修された。この時に、西鳳寺と江戸寺は統一された。元の寺名、西鳳寺は、西鳳国楽城土の教主である、阿弥陀如来を祀る寺にふさわしい名称であるが、武装祖籍はこれを、西鳳寺と改めた。西鳳は、 そして、生来、五葉、根香るという、禅宗の諸祖だるまに関する句に由来する。1342年に、北朝初代の黄金天皇が、室町幕府初代将軍の足利高氏を従えて、寺に行行。1382年に三大将軍の足利、義光が西宝寺を訪れ、道福を着用して、指東庵で座禅に撤唱した。その後何度も訪れ、 裁縫打ちを模して創建したのが六音寺である。応仁の乱で東軍の細川勝本の陣が敷かれた。1469年に、西軍の攻撃により消失。1485年には洪水により被災し、本願寺の連与により再興された。室町幕府第八代将軍の足利、義政により指頭案が再建された。義政も、その後何度か訪れ、 裁縫寺と録音寺を模して創建したのが自称寺である。安土桃山時代の1568年には丹波国の柳本氏による平乱により消失。織田信長が天竜寺の削減終了に命じて再建させた。江戸時代には寒永年間と元禄年間の二度にわたって洪水にも見舞われ、荒廃した。元は枯山水であった荒廃した庭園が苔で、 覆われるのは、江戸時代末期に入ってからのようである。すぐそばに川が流れる谷間、という地理的要因が大きい、とされる。幕末の1862年には、苦行政治家の岩倉智美が一時正南邸に陰性した。明治維新の神仏分離令の廃仏希釈により、境内地は狭められて荒廃した。1878年に再興されている。 1928年より庭園が一般公開された。1951年7月11日、京都府一帯を襲った集中豪雨により土塀が約30軒にわたり倒壊。庭園の苔も泥で覆われる被害が出た。1969年に西来堂を再建。1928年より誰でも参観できる観光寺院であったが、 1977年7月からは一般の配管を中止し、往復はがきによる事前申し込み制となっている。単なる観光や見学ではなく、度胸と社教という宗教行事に参加することが条件となっている。アップルの創業者であるスティーブ・ジョブズはお忍びで家族と共に裁縫寺をよく訪れていたという。湘南帝京大東側は、 黄金池を中心とした苔の庭園であり、東側には本堂、諸院、三重農協堂などがある。庭園内には湘南亭、湘安堂、深北亭の三つの茶室がある。境内北側には枯山水の石組みがあり、海山堂である指東庵が建っている。このほか境内には高浜巨子の区費やおさらぎ次郎文学費などがある。黄金地と長島。 朝日が、島広志院山石組特別名称及び史跡。無双祖籍の策定で、上段の枯れ山水と下段の地仙海有識庭園の二つからなっていた。境内北方には、上段の枯れ山水庭園の石組が残り、この部分には、無双祖籍当時の面影が残っていると思われる。今日、最宝寺庭園としてよく知られるのは、苔の庭で、 小立の中にある黄金地と呼ぶ池を中心とした、海遊式庭園である。山独に位置する地形の庭園構成を池と、その上の山の斜面を利用した禅道の庭とに分け、またこの禅道より山に登る道があって、頂上に、縮み園庭という休憩所があった。頂上からは、桂川周辺を展望しようとし、池辺の二層の斜里殿からは庭園を見下ろそうとする構想で、 両者は同一の考えから出た立体的な構想力を示したものであるとされる。池には朝日が島、夕日が島、長島と呼ぶ三つの島があり、小島には白車が敷かれ、松が植えられ、金があり、池の三面の花木は二段に刈り込まれていた。池の周囲を埋め尽くす百種類以上といわれる苔は、無双組織の時代からあったものではなく、今のような苔庭になったのは、 江戸時代も末期のことと言われる。池の周辺にはルリデンの他に、釣り、ジャクアン、湘南亭、深北亭、諸清市領、洋月橋、合同線があった。広さに比して建築的要素の多い庭と言える。この洋月橋はティンを持った、ン橋で、これを渡ると長芸に乗って大会に浮かんだようだと言われた。工場席より一段を上がったところに、 指びとあんという禅道があり、この三福に巨石を組み、滝を象徴している。前述のように往復はがきによる完全事前予約を行う必要がある。また、配管だけでなく、社教などの宗教行事に参加することになっているが、実際には時間がない場合は、宗教行事が省略できる。月日は指定できるが、時間は指定できない。社教名画料は3000円で、 これは1977年の予約制導入から変わっていない。京都バス、コケ寺、鈴虫寺下車すぐ。阪急嵐山線松尾大社駅下車、徒歩20分。駐車場は、付近の民間有料駐車場を使用。ありがとうございます。